どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画はレラハンクスフラのベースボールクラブのゆうた選手の足を強化する運動をまとめています。ぜひ最後まで動画をご覧ください。ゆうた選手の足を強くする運動を提案しました。立ち感にこだわるゆうた選手のために運動を提案しています。足を使う運動はかなりきついです。動画を見てもらうとわかるのですが、アスリートでも叫んでいます。自分でコントロールできる範囲が決まっています。その範囲を超えると体には震えが起きてきます。普段使っていないところにスイッチが入った証拠です。そこを少し味わっていると自分の限界値を上げることができます。そんな体の不思議な感じを体感してもらっています。どんなことをやったか一緒に見ていきましょう。それではレッツゴー。さあ、行くぞ。右足内側を使って親指。あ、右足横。こういう感じですかね。左側外。左外の感じ。右が内。イメージは。何しよう。乗る。乗る。じゃあ、右が内。左側でいい。左が内、外か。左が外です。じゃあ親指と中指ぐらい。こっちでここに親指、人差し指、中指。よいしょ。ちょ、むずいっす、むずいっす。え、マジむずなんですけど。よし。右に上げるんですか。そう左足で押すから右も上がってくる。オッケー。はい。足ついていていってないで。はい。オッケーです。全部乗せていいですか。こんな感じ。うわ、あ、なんかこの台の下がわかります。マジマジですマジですマジです。はい、じゃあ次右足。右足内側使ってます。じゃあ小指側持ってスリー。これワンチャン初めてかもしれないです。これ。ないよ。これテニスボールのやつじゃん。来てない。
チャラい、チャラい。すね垂直チャラい。チャラい、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 チャラい。チャラいって。やばい、やばい、やばい。垂直ですね、垂直。よっしゃー。ごっつぁんです。ごっつぁんです。もういい。じゃあ、反対もやるか。エスコートですか。やばいやばい、これこっちのとこ。うわぁ！よし。うわぁ！よいしょよいしょちょっとマジやばい。あー押してラストですか。あと5回。パワーワードすぎる。よし。ラスト。はい。よし。ありがとうございます。あ、いい。はい。え？あれさ、今あれ。プッチンプリンの裏側やってるっす。え？プッチンプリンの裏側。プッチンプリンの裏側？何裏側？あの平らなとこ行ったんで、プチって折るとこ、はい、一体化してます。表現がむずいんだよ。むずいですよ、この垂直じゃないですか。ちょっと見えました。ベースコーションタッチしてました。これやったんだっけ。何時大事やりました。これのやつです。いや、これその後、その後やりました。やった。あれ、きつかった。チャラかった。全然チャラかったです。やる。じゃあ、もう一回やるか。はい。はい、押して。はい。伸ばす、知らない。白膝伸ばす。はい。白膝伸ばす。後ろ膝伸ばす。はい。やばいやばい、チャラい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 。あ。チャラいチャラいチャラい。膝前、膝前の前、右の膝もっと曲げる。常に垂直、そう。
チャラいってー。やばい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 、やばいってやばいって。スマイルじゃない、スマイルじゃないってこのマジ。あいや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 いでもこの間左足結構痛めてたんですよ、あの裏裏裏。そうっす。これやってからなんか良くなったっす。安静にするよりもなんか全然なんか。裏痛めてたんですか。いや、あの普段的に。ああ。そうだったっけ。そうそう。終わってたんですよ。これやってから。もうすか、まだ休む。いや、いいよ、全然準備できたら教えてください。一番怖いやつ。できました。サイレント、サイレント、サイレント。マナーモード、マナーモード。マナーモード。後ろ足伸ばす。おいし。後ろ足が強い。おいし、おいし。ナイス。ナイス。ああ。はい。はい。はい、後ろ足強いよ。はい、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 やばい、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 やばいって、やばいって。何が？え、はい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 、やばい、来ました。ちょっともう入ってます、入ってます。はい、じゃあ、休憩。時間素晴らしいです最高っどう？もう形容しがたいですね、これは。え？形容しがたいです。過去マックス来てます。いや、もう積み重ねが来ましたね、ここ。わあ。ってことは残り3戦全打席出塁みたいな感じでいいですか？5本いけます。5本。3試合やったら。3試合で5本。まあいいか。9番だからな。なんですか、これで打順上がってるかもしれない。これで、ね、このさじ加減。このさじ加減で上がってる。2番あたり。2番いるしますか。あの人4番で。4番。
球で9番ってめっちゃ大事なんですけど、それを分かっててもあんま打席回ってこない自分あんま好きじゃないですそれ分かっていても、下がしっかりすると上の力が抜きやすい。いやそうなんだよ、武術で言われてこっちがカチッってなったらこっちもカチッってなるし、ズンってきてこっちもって来れるし、じゃあ呼吸がしやすい。使う練習しようかな。お願いします。それやったことあったっけ、バリアみたいな。分からないです。あ、見たことあるです。滑るんですけど、どうしよう。あ、いいよ、じゃあ、ゆうと、ヨガマットの上でいい。ちょ、開く。めっちゃ動いてる。あー、一回休憩。よいしょ、動いてきた。引き込む感じなんですか。そう、入れる感じ。なるほど。この膝と股関節の高さ分かんないです。なんでこれ見ないんじゃない。下って見ます。しないっす、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 しないっす。パワーできすぎだ。パワーいいかも。こう引き込む感じ。ここだけです。力じゃない。力じゃない。関節使うとしたいだけ。じわじわいって、じわじわ。いいよ。あれダメなんですよこれ。なんでだ。おお、やばっ。 え、 え、えぐい今の。
なんか、鳴らしで振ってんすけど6ぐらい出てます。え、どういうこと。1で振ってんの6ぐらい出てます。これオービスで捕まっちゃいます。これマジでマジでマジで何もしてない。え、怖っ。どうすか。わかんない。捕まってんじゃん、スピード違反で。どうすか。ワンチャンありますね、これ。何？ホームラン？4番？あんま なったことないんで、一応わかんないですけど。下がなんか状態がいいとかそういう感じじゃないですか。下が勝手に回る感じです。不思議な感じでしょ。やっぱ単純に打球強くなってそうです。なんかこの回転が多分使いやすくなった。この動きでしょ、全部。蹴れてますね。さあ、お向けでやった、最初やったこれまた見せて。これも勝てると思うんだよな。抜けた、抜けました、多分これ。抜けましたよね。見栄えどうすか。見栄え見た感じ、まあ、いい。全然違いますよね、うん、さっきこんな感じになってたけど。いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ったね。はい、お疲れ様でした。足の運動は本当にきついです。立っている姿勢が安定することで上半身をうまくコントロールできることを知っているので、しっかり足をトレーニングしてもらいました。シーズンオフになってお礼を言いに来てくれましたが、今年で野球をやめようかと考えていたけど、こんなに体が動くようになるのなら来シーズンも継続してトレーニングをして野球をしてみたいと話してくれました。体の可能性は無限大なので継続して運動をしてほしいと思います。
優太選手の今後の活躍を期待しています。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が面白かったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。さて告知なのですが、10月10日に野球選手や保護者を対象にバッティングの正体とはというワークショップを開催します。レルハンクスフラーのベースボールクラブの強化選手にはバッティング理論と実践、私は体のケアと怪我しにくい体を手に入れる運動を紹介します。実践が多くなるのでかなり体の変化を楽しめる回となります。バッティングと体のケアを同時に学べる機会はないと思いますので、お時間のある方はぜひご参加ください。ご感想はコメント欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。